なめ川のねぶた流しは、毎年7月31日に、富山県なめり川市中川原海岸で行われる、燃え盛る松明を、海に流し、厄よけ、無病息災の祈願、また水魔を払う火祭りであり、ねぶたとしては、日本海側での難言とされ、国の重要無形民族文化財に指定されている。木枠の台座に建てた松明は高さ約4から6メートル、太さは、 根元が0.7から0.8メートル、先端が0.3から0.4メートル、青竹に、藁、むしろなどを巻いて、荒縄で縛ったもので、息を吹きかけ災いを移した人形として、ナスやキュウリに目鼻をつけ紙製の服を着せたもの、人形に切った紙、願い事を書いた短冊などを飾り物として、松明に刺してある。 午後2時頃、みそぎ場であるくぬん人間神社で、大払いの神事を行った後、夕方の5時頃、和田の浜に向け住民や子供たちが担いで、ねぶた流され、朝起きやれと掛け声をかけながら、地区内を回り、浜辺に到着した後の午後6時半頃に点火し、大人も子供も、松明と一緒に、海へ入り、大人たちは最後まで綺麗に燃え尽きるよう手助けしながら、見守る。 なお、ねぶたは人々を悩ますねむけと言われ、7月31日以降、昼寝をしてはいけないと伝えられている。1999年12月21日に、国の重要無形民族文化財に指定された。また2006年には、と、山の文化財百選に選定されている。かつて和田の浜一帯の町内でね、豚が流されていたが、現在では、 中川ら、常磐町1区2区3区の保存団体4町内と、東町、なめ川青年会議所、なめ川市内の自家小学校などの参加で行われており、2010年のねぶた流しには11期のねぶたが、2012年には初参加のなめ川東地区公民館が加わり、計12期、2017年には、なめ川市役所が参加し、計11期のねぶたが流された。 2018年には、ナメガワ地区公民館が初参加した。ありがとうございます。